すみません、今日ちょっとカメラがなくて iPhone で撮影してます。皆さんもご存知だと思うんですけれども、本日7月8日午前11時20分頃、奈良県の近鉄大和西大寺駅で元総理大臣である安倍晋三氏が銃撃され、テロですね、亡くなられました。容疑者は山上哲也さんという方で41歳、殺人未遂容疑で逮捕されました。心から 同じ日本国民として、同じ日本人として、お悔やみ申し上げますえ。僕がですね、政治の発信をする、こういうような発信をするきっかけとなったのが、高校1年生の時のえ安倍さんの力強い演説だったんですねあの。日本を取り戻すという、そういう演説を聞いて、あ,あ日本って失われた30年って言われて、辛いデフレの不景気の時代が来てるけど、 民主主義で変えられるんだなって、そういうような演説を僕は高校1年生の時に見たんですね。なので、あの、安倍さんのおかげで僕の今があると言っても過言じゃないですね。こうやって皆さんの前でこうやって話して皆さんが聞いていただいてるという、もうこれも安倍さんのおかげです。安倍さんが力強い演説を見せてくれたので、その時の少年、高校1年生の僕に刺さって今こういうような活動をしてるんです。でですね、 え、明日以降、僕は、えっと、YouTube で、え、そして TikTok で、安倍さんがどんな人であったかとか、何を思って政治家になって、な、どんな思いで8年間日本を引いてきたのか、え、これからの日本はどうなっていくのかっていうのをちょっと撮影して、え、また流すんですけれども、今日は、ちょっとノー編集でね、今日これだけは言っておきます。今回のテロ、蛮行について、民主主義についてですね、民主主義に対する挑戦、はっきり言います。思想を、 価値観の違いはあれ。暴力で世の中を変える。これは絶対にあってはならないです。絶対に暴力っていうのは良くないんです。安倍さんはですね、歴代最長の首相。 7年と8ヶ月。アベノミクスという、まあ、特徴的な経済政策もやりましたしえ、日本をリードしてきた超本人でもあります。だからこそですね、いろいろな考えを持つえ国民います。右翼でも左翼でも、極左でも、極右でも、逆るみや怒りひがみ、まあその他もろもろ買う、そういうような人物でありました。時事問題、人権問題、自衛隊の問題、そして憲法問題。まあ、時として激しい議論もありました。しかしですね、 今回のテロ事件は絶対に許してはいけないんです。日本の根幹を揺るがす大変なことなんです。いいですか今、僕たちがね、この住む日本っていうのは民主主義です。民主主義。今、世界見渡してください。令和の時代になっても、権威主義。要は、権威主義っていうのは、独裁国家ですよ。選挙が行われない独裁国家が大半なんです。世界の国の大半は、 選挙が実質や、選挙が行われていたとしても、実質選挙がもう行われてない、権威主義国家なんです。独裁国家なんです。そんな中、日本っていうのは恵まれてるんです。一人一票を持って、血を流さずに、戦争とか紛争を起こさない血を流さずに、政治を変えようという民主主義国家なんです。立派な、貴重な民主主義国家なんですよ。その、民主主義、民主主義とは何かそれは、 え、安倍さんを人とする政治家だったり、僕たち国民一人一人が他人の権利を害さない限りは自分の意見を表明するっていうことを生まれながらにして持っているっていうことなんですね。民主主義っていうのは、この日本国を社会をより良くしようという考える安倍さんだったり、えー、その他いろんな政治家の方々、政治家、そして僕たち有権者、えー、そしてプレイヤー、僕たち国民ですよ。主人公ですよ。主人公がどんな思いでも、どんな 気持ちでも思想でも表明していいっていう、それが民主主義の根幹なわけなんですね。ただ今回のようにですね、政治家がテロにあってしまうようなことが起きれば、日本からですね、表現の銃、表現の銃、なくなりますよ。表現の銃って言ったら、漫画やアニメですよ。漫画やアニメの表現の銃だとかね、言論の銃。言論の銃って、例えば究極的に言えば、あなたが好きな人ができるとします。で、好きな人ができて、その好きな人に告白するっていう、その、 告白するという行為、これも言論の自由なんですよ。これがなくなっちゃうんですよ。こういうことが起きると。で、最終的に言論、言論で世界を変える、言論で日本を変える。つまり、血を流さないで、暴力を起こさないで日本を変えるっていうことが不可能になってしまうんです。安倍さんのようにですね、有力者に、安倍さんのような有力者に限らず、生命に関わる物理的なテロっていうのは、民主主義そのものをぶっ壊す仕組みそのもので、え、断じて、 許してはいけませんこれ以上模倣犯を許してはいけませんそして、えー、今こういうことが起きました安倍さんにこういうことが起きましたこれによって言論の機会つまり今7月10日参議院選挙ですよ政治家の演説が明日もあるってそういうように各党は言ってますその各政党の演説は止めてはならないと思いますこんなことがあっても、えー、自民党をはじめとする立憲民主党共産党もですよ日本維新の会 令和新選組 N 国党賛成党、えー、国民民主党、えー、そういうようなこんなことがあっても明日、えー、マイクを持って話をするそういうような政治家そして立候補者がいっぱいいるんです僕は彼らを応援します言論の自由民主主義を応援します民主主義は日本が世界が数えきれない犠牲を出して手に入れた宝なんです僕はこれを応援しますそして安倍さんも えー、今、いろんな日本にいる政治家にそれを望んでいると思います。マイクを持って明日も言論の自由で日本を変えろ。変えてほしい。日本を取り戻すんだと望んでいると思います。僕は、えー、明日以降もそういう政治家の方々を応援します。それが今安倍さんが思っていることだと思います。民主主義を守りましょう。そして安倍さんは日本を取り戻す。いろんな 賛否両論あります。僕だって自民党に対して尻尾を叩いて批判することだってたくさんあります。ただ安倍さんは日本を取り戻したいとそういうふうにおっしゃられて生きてきたわけです。その安倍さんの思いを、そして民主主義、民主主義を皆さんで大切に守って日本国を取り戻していきましょう。今日はありがとうございました。安倍さんのご冥福を心からお祈りいたします。 明日も日本の誇りを取り戻す。